うんぬん。パワプロシリーズで闇落ちしたキャラか。アニメでは闇落ちしたキャラがめちゃくちゃ存在しているが、パワプロではどうだろうな。お客さんか。どうぞ入ってくれ。ふ、来てやったぞ。このしょうもないチャンネルにな。なあ、なんだこの変なやつ。ドラゴンボールに訴えられるぞ。それだけは勘弁してくれ。さっさと相談を言うんだ。今日の相談はパワプロシリーズで闇落ちしたキャラについて紹介してほしい。了解だ。それじゃあ開始。それではこれから闇落ちしたパワプロキャラについて紹介させていただく。今回の闇落ちについては、劣等感、や、疎外感、物事や世界に対する絶望、などにより人が変わってしまった人物。何かしら心に闇を抱えている人物になるぞ。オッケー。ということでまずは、やはりこの男、星井スバルだ。こちらパワプロアプリに初登場したキャラクター。主人公と幼馴染で、小学生の時に一緒に甲子園に行く約束を交わした人物。波動高校からサクセスの途中で元いた区域のパワフル高校に転校してくるぞ。なぜ逃げ出したのかというと、実は波動高校で牙嵐にエース争いで負け、逃げるように転校してきたという設定がある。まあスバルと牙の能力を比較すると確かに牙の能力の方が高いな。あれ、僕こんなに弱かったっけ。そんな欲しいだがパワプロアプリ波動高校限定ルートでなんと暗黒化。スタードライブも別のオリジナル変化球になり、ダークネギュラーに変化。まあ正直闇落ちというより中二病落ちしたスバルという感じだがな。ふ、かっこいいだろ。アンドロゴーグルを装着しておりマントまでも羽織っており言動も少し中二臭くなっている。しかし相変わらず精神の弱さも見えスバルの根本は変わっていないという。やはり精神面は変わらないということだな。それで疑問なんだけど、なんでスバルはこんな姿になってしまったんだい？それは牙のようにチームメイトを拳引っ張ることができなかったからだ。牙は欲しいとは対照的に周囲の人間を輝かせていた人物。欲しいにとって彼は強烈な光だった。だから自分が強烈な闇になることで牙を打ち破ろうとしたということだな。なるほど。光に対抗するため闇の存在になるか。まあそれも面白いかもしれないな。ちなみにダークスバルの能力はこちら。伸びエーダ型ピンチ F、打たれ強さ F。基礎能力は高く威圧感も脅威の切れ味もあるが、本当に対ピンチだけもったいないよな。これはもったいないな。ちなみにパワフェスでは途中で矢部にバカにされ失踪。逃げている時にアンドロメダ学園に出会いこの姿になったという、ツッコミ待ちのエピソードが存在しているな。今じゃアンドロメダ学園は闇落ちするような高校じゃないからね。博士の人体実験受けて頭がおかしくなったのかな。それ自分で言うか。まあ以上が暗黒スバルでした。続いて、少年、闇の英語だ。こちらエビル高校教科シナリオで初登場したキャラクター。あの闇のが子供になった姿だ。うお、なんか子供になってるぞ。まずは闇のの設定について簡単におさらいしておこう。彼はエビル高校のキャプテンで、ソウルジェイルというアイテムを用いた練習を取り入れ、他校の選手の魂からエネルギーを手に入れるという、残虐非道な人物だ。そんな闇のだが、限定ルートで全てのエネルギーが放出されてしまい幼児化されてしまう。これによりルミナという人物が誕生したということだな。なるほど。ということはルミナは人間じゃないって可能性があるのか。そんな闇のはルミナの存在に戸惑いながら自らの計画を進めていき、シナリオ後半にルミナの正体に気づいてしまう。その時に上の選択肢を選べば闇のを改心させ悪の道に進むことを防げるのだが、下の選択肢である弱い心と決別しろを選んでしまうと、闇のが自らの心の弱さに勝てず、ルミナを自ら消し去ってしまう。これによりエネルギーは元通り、結局エビルキャップをかぶった最悪の闇のに戻ってしまうという、パワプロアプリ史上最悪のバッドエンドが存在している。改心するルートか完全に悪に染まるルートか。正直悪のルートはあまり見たくないな。と言ってもエビル高校の限定ルートはどのルートもハッピーエンドとは言い難い。上のルートを選んだ場合、闇のは改心するがルミナは最終的に消滅してしまう。チームメイトとも打ち解けシナリオは終了するのだが、ルミナのみ苦しみながら消えていく。正直このシーンは心に来るものがあるな。あのルートを見た時ルミナ消えないでくれって思ってたけど、叶わなかったか。ちなみに少年闇のの能力はこんな感じ。全体的に能力は大幅低下しているが負け運は消滅。コンスタイと微妙な能力になっているな。4方向投げられるけど能力は大幅低下。まあ少年の姿だから仕方ないけどね。闇のに関しては闇落ちというより元に戻ったという感じだが、少年の心が再び悪に染まることでもう改心しない。そんな絶望を感じるシーンになっているな。
闇の怖すぎんよ。以上が闇のでした。続いて、主人公。パワプロの主人公も闇落ちルートがいくつか存在しているので、それについても説明させていただくぞ。主人公も闇落ちしちゃうの？まずはパワプロ13の廃墟高校東ルート。このルートはもともと東野球部にいた主人公が西野球部に移動するルート。廃墟高校は東西に分裂して抗争を繰り広げており、校舎もボロボロ。主人公がニセプロ君と間違われ、救世主として期待されながら推薦で西野球部に入部するという、突っ込みどころが多すぎるシナリオだ。北斗の拳みたいな世界観だな。そんな廃墟高校には豪軍団というバカ。悪の集団が存在しており、その豪軍団のいる東野球部に敗北してしまうと、最後の夏主人公のいる西野球部は公式大会に出られなくなってしまう。勝てばそのままシナリオは進むのだが、敗北してしまうととある選択肢が出てくる。それは主人公が西野球部を裏切り、東野球部の部員となり甲子園を目指すというルート。このルートは闇落ちというよりも最大級の裏切り、校長から50万を奪うなど倫理的な問題がめちゃくちゃあるルートだな。いやもう人道から外れてるでしょこれ。ちなみにこのルートを選ぶとスカウトの評価が大幅に下がり、ドラフト指名されない可能性があるので注意してくれ。ドラフト指名されない可能性あるのか。まあ人としてどうかしてるからね。他に存在するのはパワプロアプリのエビルパワプロだな。これは闇野の誘惑に負けてエビルキャップをかぶったパワプロくん。力を求める人間になってしまい、闇野の意志を引き継ぐだけになったヤバいやつだ。性格とかはどんな感じなの？性格は闇野よりヤバい人間になったと思われる。基本的に自分以外のことを考えておらず、円卓高校強化シナリオでは数多くの高校の野球部員の魂を吸収し、多くの高校を廃部、球部に追い込んだ人物。また今まで共に戦ってきた王だ、切り裂きの魂を奪い過去に移動して戦士たちの魂を吸収するという目的を掲げる。本当に最悪の人物だ。これ主人公なんだよね。今までも主人公と戦う作品はあったのだが、主人公が悪に染まるというのはなかった。それがパワプロアプリでできたというのもなんだか感慨深いな。パワプロアプリに関しては家庭用と違ってもっとぶっ飛んだシナリオ出してほしいよね。まあ十分ぶっ飛んでるか。そのうちキャラが死にそうな気がするな。いやもう何人か死んでるキャラいるわ。あ、確かに。じゃあ今後も死ぬ可能性は十分あるな。大丈夫かこれ。続いて、虹谷誠だ。まあこちらのキャラクターは闇落ちというより目が死んで無口になっただけだがな。どういうこと？このキャラクターはパワプロアプリに初登場したキャラ。天空中央高校の野球部キャプテン。自他ともに認める無類の女好きで、女子生徒をナンパするのは日常茶飯事、果ては他校の女子マネージャーにすらも積極的に目をつけるほどだ。天空中央高校のシナリオでは他校のマネージャーを時効に連れてくるという、とんでもないことを考えついた男だ。いくら女好きでもそうはならねえだろ。そんな虹谷だが、天空中央強化シナリオで目が死んでしまうことになる。ミスターファウルとミスターレイリーがこの高校に来て、エンジェルたちをド S にしてしまう。そんな状況を何とかするために虹谷がファウルと勝負。しかしその勝負に虹谷は勝つことができず、その場に倒れてしまうことになる。そして保健室で目を覚まして3人で話をしている時に、何者かが入ってきてそのまま虹谷の魂を抜かれてしまう。シナリオ中虹谷はずっと目が死んでおり、イベントが発生したとしても虹谷とのイベントは回想のような扱いになってしまう。子供の頃このイベントを見たらトラウマに残りそうな気がするな。一言も喋らないからね。ちょっと怖いよね。そんな虹谷は後輩の光ちゃんに殴られ正気を取り戻し、完全復活してミスターファウルに勝負を挑んでキャプテンの座を取り戻す。最終的に後輩の光ちゃんとくっつくことになるから、このシナリオの完成度も普通に高いぞ。まあ闇落ちというわけではなかったけど、この虹谷を見るのはもうないかもね。まあ需要もないだろうからな。虹谷は別バージョンでも出しておけって話だ。もう出てるけどね。ということでまとめ。本日紹介した闇落ちキャラは星すばる、少年闇の英雄。エビルパワプロ&廃墟東野球部パワプロ、目が死んでしまう虹谷。とにかくいろんな闇落ちキャラがいるってことだな。なるほど。まさか主人公ですら闇落ちするなんて知らなかったな。と言っても暗黒すばるを初見で見た時は驚いたぞ。こいつキャラ変しすぎだろって思ったからな。最初から闇落ちしてるキャラとかいるからね。サガさんとか人生めちゃくちゃ大変そうだよな。サガさんの人生を体験できる鬼ヶ島のシナリオも出してほしいな。できれば昔のパワプロで出してほしかった感はあるが。今の時代だと規制がね。規制のない時代の鬼ヶ島とか偉いことになりそう。
ということで今回はこの辺で。さよならだ。